浦和レッズの元日本代表ゴールキーパー西川周作、36、がファインセーブを見せた。前半21分に相手 MF ミシャユーのゴール正面からの強烈なシュートを好反応で止めた。その後もセットプレーなどでピンチが続いたが、落ち着いて対応、ラズン、ラゾーンで解説を務める OB で、かつて長く共にプレーした牧野智明氏も、西川いいですね。DF ラインで笑顔で拍手ですよ、とその存在感の大きさを称えた。前半42分にも相手 MF カリージョの強烈なミドルシュートを右手でセーブし、チームに安定感をもたらした。SNS 上でも、西川が素晴らしすぎた45分、西川神、西川がエグすぎた前半だった、西川が頼もしすぎる、といったコメントが見られた。